さあ今日も始まりますのんのんのスピタル。お相手は今あのモバイル Wi-Fi のルーターっていうのを買いたいんですけど、どれがいいかを聞きたいのすけと。 Wi-Fi ってやつはいつも気まぐれだと思ってる D のんちです。かっこいい、よろしくお願いします。気まぐれですか Wi-Fi さん。だってね、そのエリアに何人いるかで変わってくるんだから。そうか、そうか、気まぐれか。気まぐれだし、本当ってとこだよ。正体が見えないあいつら。なんかさ、そのだってさ、 Wi-Fi どれぐらい使ったから何円とか、あれもうあっちの言い方でしょ。そうそうそう、元々いやもう電話代自体がもう昔から通信って見えないものにお金を、あ、うん、永遠に取れていくからさ。そうそう、なんだかなみたいな。だからガソリンとかとは値段違いますよね。あ、ガソリンなんてもうどうすんの、どうすんの、どうなっちゃう、その、はい、有限の資源をさ、ああ分配して売っていくとかで値段がつくことでもないしさ、誰かが持ってると強いとか、電波って、はい、うん、でも実際まあ電波法で誰かが持ってるからね、使うのにお金払わなきゃいけないね。そう、昔からないお金だなと思う、ね、電波は。てか、測りようもないからずるいよね、うん、言ったもん勝ちみたいな。そう、あんな同じ動画見てても状況で、なってことですよ、ね、ずるいなっていうところはある。ちょっとノー Wi-Fi が大変なんで今、今度どういうの家か。そしたらなんかさ、あの、まあ、ちょっと話繋がるかもしれないけど、その実際どれがお得みたいなでさ、商売なんて騙し合いだって思うからさ、どの広告見てもさ、あのなんか、こいつ俺を騙し通そうとしてて、後日こっち買ったこっちの方が良かったのみたいになるのが嫌だなと思って、ずっと見ちゃって、ちょっと選べないから、こういう時はモバイルワイファイじゃない方が本当はいいと思う、うん、ああでもそこいろいろ持ち歩きたい、今そうしたいんですよね、持ち歩きたい、はい、固定回線はちょっと嫌だなと思ってて、はいはいはい、でもなんか某ところのやつはもう本当に弱すぎて、弱すぎてダメってのあるから、絶対いいとこしかね。でもやっぱりでもツイッターとかで調べるのが一番いいんじゃない、みんなの意見が本当に聞く、あと YouTube とかの人たちが実際にやって比べてみた、使ってって、なんかもうそれも疑っちゃうもんな、なんかこいつの主観じゃねえかとか思いました。でもなんかさ、ほら電波が止まっちゃったりとかしてるとさ、うん、ああ本当にこれダメなんだなっていうのは、うん、ある会社のあれは絶対ダメだなってのあるな、はい、うん、で今日 D に聞きたかったのはですね、はい、あの D って今日何食べようって思うことあります？あるよ。あ、普通に、うん、今日何食べようかな、うん、それはお腹空いてる時じゃなくて、うん、前倒して考えること、お腹空いた時、空いた、空いたな、時間もあるな、うん、何食べよう、うん、あんまり興味はないけど、やっぱ低い方ですか、その1個、うん、食べ物はあんまりね、うん、それ決定打は何で決めるんですか、わかんないけど、なんだろうね、だからずっと続いちゃうね、続いちゃうっていうのは食べたいものが、なんだろう、うなぎだとしたらずっとうなぎとか食べたいものが連続で、そうそうそう、うん、うなぎを食べてもじゃなくて食べるまでは、うん、食べたら次もうなぎ、うん、ああ、寿司食べたらずっと寿司がいいって、なんかつながっちゃうかもしれない、気持ちはね、へえ、うん、あんまり食べ物の、そう、あ、そうそう、あんまりないって言ってたからさ、でも何食べようかなって考えて、まずいものを食べるのがとにかく嫌だから、それは避けたいと思って、その、はいはいはい、限られてるじゃない、はい、なんか一日に食べれる回数なり、はい、量なり、うんうん、だから変なものだけは食べたくない、うんうん、や外れは嫌だ、当たりは、うん、まあどれが当たりかはあれやけど、うんうん、外れないようにする、うんうんうん、ああ、外れが、本当に外れが嫌だ、うん、もう本当に食べたいから美味しいものを、うんうん、うんうんうんそうだね、最近はすき家のうなぎゅうっていうのが好き、ああ石原さとみちゃんですね、うん、そうなの、びっくりした、CM、
びっくりした。あの食い方は面白い。びっくりした。最初うなぎ食って、牛食って、うなぎゅーとか言って、なんか3口目はこう、あれ超うまいですよ。あの牛丼のタレとうなぎのタレ合うんですか、あれ。同時に食うみたいなのこやつ、うん、合う。同時に食うのあれ。分かんないけど、俺はうなぎからいきます、ね。合うんだよね。好きや、うん、好きや、はい、好きや。だからさ、それハマった後にその CM 見たから、うん、ああ、まあ俺時代とリンクしてんなって思って、外れてないなそう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 、ああ、さすが。あ、そうですか。そうそうそう、それはもう本当にいいんですよ、あの大盛り。だってさ、すき家のうな重大盛りだともう1000円ぐらいなんだよ、うん、はい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 、もう全然渋谷券じゃなくなんだよね、あれね、うん、すごい。やそれに比べてなんとマクドナルドのハッピーセットドリンク、ハンバーガー、スイートコーンついて、ミニオンのおもちゃついて、なんとぴったし500円。安い。すごくない？今のやつですね、ミニオン。もうミニオンだけで500円でもいいのに、うんうん、ドリンクとハンバーガーとスイートコーン。スイートコーンかポテトね。あのカップに入ってるコーンが出てくるの？違う、スイートコーンって、あのドムドムって知らない？あったよね、うん、あそこであったスイートコーンの硬いやつみたいな。へえ、うん、コーンだよ、コーン、バラバラになったコーン。さあ、うん、はいはい、ちょっと硬いな。ドム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 のドムドムのバターコーンの方が美味しい、ね、あったね、バター、あれ多分パクったね世代的にそうだな、今の多分力を握った人が、あの世代。そういえばドムドムってあったよねみたいな。はい、そういえばミニオンの黄色とコーンをうまくやってるんですね。ああ、そうなのかね。でグッズがついてくるんですか。まあ、まあ選べるんだけどね、ミニオンか違うのか違うのみたいな。ミニオン60種類だからさ、もう大変だよ、おお、この戦い、ね、そう、もう食いたくザッチの俺もなんかいろんなものが落ちてきてるなって思うの、その執着とかさ、はい、そういうものが落ちてきてるなと思うんだけど、はいはいはい、だから食いたくねえのにミニオンのためにみたいな動きが弱い、はいはい、うん、なんか超大人、うん、みたいな、なんか1日1個かな、うん、みたいなの報告を、うん、それはやっぱ仲間が助け合って集まるやつだね、うん、と思うじゃん。全然なんかコロナから全然おかしくなってる俺の周りは仲間たちが、うん、俺のために誰も動いてくれない。そう、結構動いてるっぽく見えるよ全然変わっちゃった。コロナ禍で俺のために動く人はいなくなった。そうなの、もう本当に嫌なんだ、うん、コロナ禍の、うん、コロナのせいで、うん、本当に人が全然助けてくれなくなっちゃった。そうなの助けてくれてる人多く見えるよ俺からしたら、見たら横からこう、やっぱりね、自分じゃね、自分じゃやっぱ何にも見えないね。自分じゃスティービーワンだよ。もう全然見えない。もう全然見えない。はい。それじゃあまた。さよなら。